皆さんこんにちは。今日は私が持ってるマウスコンピューターをマニュアル設定で使っていこうというものを紹介してみたいと思います。パソコンのマニュアル設定って何だろうと思うと思いますが、例えば電子レンジ、もし、何か温めるときは温めだけ押してやることもできますよね。これ全自動でやってますが、例えば何か物を買ってきて、それは500ワットで2分間ぐらいお願いしますっていうような注意書きがあると、それをこう設定してスタートしますよね。そういうのがマニュアルです。で、パソコンでも実はマニュアル設定ができるっていうのを皆さんはご存知でしょうか。このパソコンには先ほどから、なんかこうくるくるとなんかね、車のなんかこうスピードメーターみたいなのが画面上に出てますが、まあこういうのをちょっと紹介していきたいと思います。で、マウスコンピューターさんのこうしたプログラムはもう最初から、買った時から入ってます。ただ、工場出荷時のままでは使えないようになっているので、まずそのプログラムを使えるようにすることで、いつでもこういう、スピードメーターみたいなのを見ながらいろんな設定ができますよっていうのを紹介していきたいと思います。あ、ちなみにですね、私がこれを紹介しようと思ったきっかけは、コメントでちょっといただいたんですよね。この製品にマウスコンピューターさんの提供している設定ソフトってありますかっていうような、質問をいただいたので、ちょっと今日は、この紹介をしてみたいと思った次第です。はい、それではですね、早速左下の、プログラムのところを開くと、ここに、FN ホットキーズ &OSD っていうのがありますので、これをクリックしてください。はい、クリックしますね。はい、クリックすると、ちょっと先にこれ出てきちゃいましたけど、まあですね、この赤いなんかこうなんか箱の中になんかコンピューター入ったようなこのアイコンが出てると思います。このアイコンをクリックするとこれが出てきます。これですね、これはコントロールセンター 3.0 っていうマウスコンピューターさんが提供している、プログラムになります。で、これでこのパソコンをマニュアル設定していけますよという便利なものになります。普通はもうこれに出会うことは普通ないですよね。買って全自動の電子レンジで言えば温めを押してもうそのまま使っていきますよね。で、パソコンのマニュアル設定で使おうなんて考えたこともないでしょうし、普通に使っていけますし、こんなの考えなくても全自動の温め状態でずっと使っていけるんですけど、まあ、今回はそれをちょっともうちょっと使ってみよう、使い込んでみようっていうので、皆さんも興味があったら使ってみてくださいっていうものになりますね。で、はい、早速ですね、これ今ちょっと説明すると、コントロールセンターは、パワーモードですね、希望の動作モードの選択っていうのがあったり、キーボードの LED のコントロール、それからキーですね、ここのキーボードにそれぞれ特定のショートカットをちょっと作っていこうみたいな、ゲームをする人とかはね、何か技を出すのにこのキーを早く押さないといけないというのを 1,2,3 と押すよりも1個のボタンでその3つ押したことにするみたいな、キーを割り振っていったりすることがこれできますし、あとは先ほどのね、ファウンスピードコントロールっていうのは先ほど見た、まあこれですね、このスピードメーターみたいなね、車のスピードメーターみたいなこの画面がこのファウンスピードセッティングになりますが、こう後でもうちょっと詳しく説明しましょう。はい、それでちょっとこちらの方に出してるのはタスクマネージャーで、CPU がどのくらい使われているのかとか、メモリーがどのくらい使われているのかとか、GPU がどのくらい使われているのかとかいうのをちょっとこう、まあ、見ていきながら、今パソコンがどのくらい負荷がかかっているのかとかいうのをこのファンスピードセッティングで見ていったりすると面白いんじゃないかなと思います。はい、でまず最初にパワーモードですね。パワーモードを押すとこんな感じになります。で、ハイパフォーマンスで、使っていきたいときはこれ
ですね、これを押すともうフルで、作業をしてくれるようになります。それからこのエンターテイメント、まあ通常はここでいいんじゃないでしょうかね。バッテリーの持ちのこととか、パフォーマンスのこととかを考えながら、まあ全自動の中でも最も推奨されるようなモードじゃないかな、バランスの取れたモードじゃないかなっていう感じがします。それから省電力、静音に関してはこの2つに関してはパフォーマンスは一緒です。パフォーマンスは一緒なんですけど、ファンの使い方をどうするのかっていうので静音か省電力かに分かれてます。でファンの音をできるだけ小さい音でしたいっていう方がこちらの静音を選ばれるといいかと思います。でパフォーマンス CPU の働き自体は変わりませんが、ファンの音をこっちは静かにさせますっていうことなので、もちろん負荷がかかるようなタスクをパソコンに要求するような場合はあまりおすすめはこっちはしません。なんでかっていうと、どうしてもファンの動作をすごく抑え気味にしてしまうので、パソコンの方に熱がこもりやすくなってしまいますので、パソコンへの負荷がちょっと上がってしまいますから、まあ、通常であればパフォーマンスかエンターテインメントか省電力を選ばれるのがいいんじゃないかと思います。そうすることでパソコンも少し守りながら、ちゃんと熱も排気させながら、それぞれの求める CPU の使い方っていうのがもう最も働いてくれっていうようなハイパフォーマンス、いつでも高負荷に耐えますっていうようなものから標準的なもの、それからまあ省電力、バッテリーを、まあここにも書いてますけどバッテリーライフを最大にしますっていうモードになりますので、通常はこの3つで選んでもらって、どうしてもまあ赤ちゃん寝てますとか、そういう時だけもうちょっとタイピングだけしますとか、負荷もかけませんっていう時にこれを使うっていうような感じがいいんじゃないかと思います。で僕はだいたいいつもまあエンターテインメントにしてますが、もしバッテリー駆動になってるけど動画編集とかをしてパフォーマンスは一気に上げた状態でしたいっていう時は、エンターテインメントだと CPU をちょっとこう抑えながらバッテリーが少しでも長くなるような働きしかしなくなったりするので、そういう時は一時的にバッテリー消費は大きくなるかもしれないけどパフォーマンスは維持したまま、高パフォーマンスが欲しいっていう時はパフォーマンスにした状態で、動画編集とやっていくといいのかなと思います。はい、でこちらのまあこのパフォーマンスに関しては以上ですね。でこれちょっと戻ります。それから、次 LED のキーボードのセッティングに行きたいと思います。はい、でこれを押すとこんな感じ、なんかキーボードの色が出て LED が青色で、それからその明るさはこれですよっていう感じで今出てますね。で実際にキーボードの画面もちょっと出しながら紹介してみたいと思います。はい、このように今まあキーボードね、少しここ青色で出てますよっていうのが今ここの青色の色でちゃんと出てますね。でそれから例えばこれを赤色にしてみたいという場合は赤色を押すと、まあ今変わりましたね、赤色の LED の、キーボードになっていきます。で例えばそのある時はオレンジがいいなとか、ある時は緑がいいなとか、まあそういう風にこれをこう、まあ、色をここの LED キーボードのセッティングで自分の好みの色にしていくことで、その時その時の気分の高まり、ゲームの時とかはもしかしたらこの赤色でやることでもっと気分を高揚させてゲームにのめり込んでいくとか、そういうことができるかもしれませんね。それから、もし冷静にいろんなドキュメントを書かなきゃいけない、お仕事をしないといけないみたいな時はちょっとブルーの色を見ることで自分自身がちょっと冷静にしっかりと落ち着いて、仕事をしていくみたいな時はブルーの方がいいかもしれませんね。でまあ個人の好みでこれは変えていいと思います。僕はまあ大体実はこれ工場出荷時の時多分ブルーだったんだと思うんですね。で僕はあまりこだわりがないので、そのままの色みたいなブルーで、そのままやってます。で、どうしてもこれもちろん
色を変えてるってことは電気を使ってますから、バッテリー消費のことを考えてこんな色いりませんみたいな感じももちろんいらっしゃると思うので、そここそまあこういう、まあ、あのマニュアルで使います、全自動じゃありませんみたいな感じでこれを、無効化するっていうのもできますので、例えば無効化するときは明るさをこの0にすると、すると今もうここ照明ついてませんね、照明ついてません、ここはあの青色にはなってますけど、あのセッティングのね方はね、けどまあ明るさを出してないので、まあ、電気はついてませんから、ここに電源は使ってないのでバッテリーライフは少しでも長く使えるっていうような感じになろうかと思います。はいはい、それでは次ですね、こちらマクロキーの設定、フレキシキーというのをちょっと立ち上げてみたいと思います。カチッとね、そうするとこういう感じの画面になります。で、例えばここにある T っていうキーに何かショートカットを当てたい場合、ここで何か技が出るとかですねしたい場合は、まずプロファイルいくつか作れます。これで作って、例えば今プロファイル1ができましたね、次プロファイル2ができましたね、とこれみたいにゲームによって変更することができます。で、例えばプロファイル2に対しては先にこれ無効っていうのを有効にしましょうね。で、例えば T というのに何かキーをエクスプレスキーですねを割り当てたい場合は、ここを押して記録で IOP とか、今 IOP をしたんですがこれで記録終わり、そうするとこの T っていうのが押されると I の押して戻る、 O の押して戻る、P の押して戻るっていうのが、ここにこう T を押しただけで3つの動作をするっていうキーに割り当てられたっていうような感じに、使っていくんじゃないかと思います。はい、それとあとは例えば今のはキーですね、キーを割り当てた時で、テキストを割り当てることもできます。で、同じように例えばここにE っていうのを押した時にテキストの内容ですね、例えばおはようございますとかいうのを入れておくことで、そのショートカットキーとして押しただけでそのおはようございますっていうのが押せたりとかですね。で、そういうふうなショートカットキーをいろんなところにどんどん入れていってゲームを早くするとか、そういう感じで使っていくといいんじゃないかなと思います。もしかしたらよく使う言葉フレーズとかがあったら、ブログとかチャットとかするような人たちはここで、まあ、あんまり使わないキーにそういうショートカットキーを割り当てておくことで簡単にそういう文章作業とかいうのもはかどるんじゃないかと思います。はい、そういうのが、まあ、プロファイルで何個か増やしていくことでそれぞれ の時に必要な、キーボードセッティングで使うということができます。これも一つのキーボードのマニュアル設定みたいな感じになりますかね。で、僕はこれ実は全然使ってない、ゲームもしませんので、この辺はもうなしで消しておきます。これとこれ今作ったばかり、これなしにして、0はもうデフォルトのままですね、何も、使いませんので無効に戻して、ここは終わっておきたいと思います。もちろんマウスの方ですね、マウスのこっちの左クリックは何、右クリックは何とか、先ほどみたいにショートカットキーにすることもできますし、それにテキストを割り当てることもできますし、ちょっと触れてなかったですけどそのキーを無効化させるとかいうこともできますので、例えばそのキーボードは例えばゲームするときにこのキーは絶対に使わないっていうキーを押して、何かそれで変なことが起こるよりはそれをもう無効化させてしまった状態でゲームを始めるとか、そういうこともできますので、この無効っていうのもここにありますから、そういうのを少しずつ自分なりの使う使用環境によってキーボードをカスタマイズしていくってこともできます。それではこのフレキシキーに関しては以上ですね。で、次ですね。次は、最後、ファンスピードコントロールですね。これをカチッとすると、これ、はい、立ち上がってきました。で、これで、左側が GPU、右側が CPU の、こちら、温度、それから、それぞれのファンの、スピード。今、こちらもファンのスピード。こちらの方は、CPU が今51度になってますけど、
これは今画面を録画しながらしているので、ちょっと 51%、50% ぐらい、 GPU も少しここね 40% ぐらい使っているような状態、 CPU も 12% ぐらい使っているような状態なので、このくらい温度は上がってますが、さっき立ち上げてるけど何もプログラムを動かさないという状態で暖気みたいな感じですねを5分間ぐらいちょっとしてみたんですけど、するとだいたい CPU は40度前後ぐらいでしたね。今ここの室温が26度と湿度が 72% ぐらい、室内の気温ですねはあるので、その環境の中で録画してない状態、普通にまあ使われてる時は何もしてなかったらだいたい40度前後でした。でまあオフなんでまあ測れませんっていうか測ってませんっていう感じでしょうね、 GPU の方はね。これも実はこのね、例えばこの52度を強制的に最大にファンを回して、冷却するとかいうこともできます。ちょっとやってみます。音がなんかさーっとこう、音多分入ってると思いますが、さーっと言ってどんどんこうね、こっちのファンもこっちのファンも 100% で回り始めましたので、まあ GPU の方は元々から全然温度測ってませんよっていう状態なのであんまり変わらないんですけど、こっち側は今さっき50度だったのが、まあこれだけファンをスーッとこう 100% でね回しているので、少し時間が経ってくると、まあ外気温がそんなにね冷たくないので冷えるスピードとかはちょっと遅いですけど、今みたいにどんどん冷やされて、50度あったものが49、8、7と、まあだんだんこういうふうに強制的にね CPU を冷やしていったりとかいうこともできます。はい。で、まあファンをね、まあ大切に、まあパソコンの方のファンもあんまりこう100で回すとね、まあそれなりに負荷かけた状態になりますから、これも大切にするという意味では一応自動にしておいた方がいいんじゃないかと思います。自然に使われる分使ってくださいね。パソコンを大事に守ってくれる程度に、守っていただいたらいいかなと思います。はい。で、実際に今のちょっとこれに関しては結構パソコンに負荷をかけた時にどういう風になるのかなっていうのは僕もちょっと興味があるので、通常僕が動画編集をする時に使っているダヴィンチリゾルブっていうのを立ち上げてみて、それでレンダリング、ある程度編集が終わったら、書き出しをするんですけど、その時に CPU も GPU も結構使うんですね。なのでそれをしてる時にどんな変化がこのパソコンで行われていくのかっていうのをちょっと僕自身も興味があるので、ちょっとこれを見ながら、かつこっちのタスクマネージャーで CPU がどのくらい使われるのかとか、メモリがどのくらい使われるのかとか、 GPU が例えばこっちは今まだインテルの方ですけど、 GPU のこっちのね GeForce の方がどのくらい使われてくるのかとかを見ながら、最後にこのパフォーマンスを見ていきたいと思います。でここにねダヴィンチリゾルブのアイコンあります。これちょっと立ち上げていきます。はい。で今ダヴィンチリゾルブ立ち上げた状態ですが、まあ今落ち着いてますね。でファンもまあ落ち着いてます。両方とも 30% ぐらいで、温度もまあこのくらいですね。 CPU の方が56度で GPU 47度ですね。このレンダリングがね、めちゃめちゃこのパソコンに負荷がかかるんですよね。 CPU 100% いきますから。で書き出しをしてみたいと思います。ね、これで見るとね、やっぱ CPU 相当負荷かけるんですよね、この動画の書き出しってですね。温度も一気に上がります。 CPU のも温度もしっかり上がるんですが、ファンが回り始めるまでは一気にさっき90度まで上がってましたね。ここの CPU 自体見てももう 100% 使ってますし、 GPU の方はインテルの方は結構 70% ぐらい使ってますが、さすがにやっぱりCG あまり使ってないようなレンダリングだと GeForce の方は本当 8% とか、まあほぼ使ってないですね。これこっちをもっと使わせるようなまあ設定ができるんですね。でその設定は NVIDIA さんが提供しているソフトがちゃんとこのパソコン入ってますから、それを使用して
もう常に例えばダビンチリゾルブを使うときはこの絶対 GPU はあの G4 使ってくださいみたいな設定もできますので、そういうのするともうちょっとこっちのパーセンテージがちょっと上がってくるのかなという感じはしますね。で今やり始めてからまあ1分からもうちょっとしましたかね。で、あ、もう処理終わりましたねこれ。今こうね CPU がガーンって一気にやる仕事量が終わって、13% とか、まあこの 10% 台に落ち着いてきて、こうね GPU の仕事も終わりました。もうこっちの GeForce に関しては全然もう働いてませんみたいな感じになってきて、まあレンダリングが終わった状態で、まあ今温度 CPU まだ冷めやらぬという感じで59度ですね、60度近い状態ですが、もうちょっと温度が落ちるまではファンが回り続けるんじゃないかなと思います。それから GPU に関しては49度まだありますから、もう少し、まあ、GPU こっち側はあんまり使ってなさそうですけど、まあこれ録画のために使ってる GPU ですからね。でなのでもうちょっと使われてる状態ですが、この4、まあ、もうちょっと落ち着いてオフにならない限りこのファンは、まあ、もうちょっと落ち着かないかなという感じですね。でまあこういうふうに今日はパソコンを全自動温めみたいな感じで使っていくというものの使い方からちょっと一歩踏み込んで、マニュアル設定でパソコンを使っていってみようと、電子レンジで言うと、500ワットを2分半で設定しようみたいな設定をパソコンの方でもしてみたい方に関しては、マウスコンピューターさんはちゃんとそれの設定ができるようなソフトを標準でつけてますので、それを使う使い方っていうのを紹介してきました。はい、今日はここまでです。興味を持たれた方はぜひちょっと面白いので、こういうのを使ってみるっていうのはいいのかなと思います。はい、それから何かね私でわかることがあればコメント欄でね質問書いていただいたら、お答えできるものに関してはお答えしますので、コメントの欄に、質問事項ある方はお願いします。はい、今日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。